くなりそうね。みんな、これからは僕の指示に従ってもらうことになる。まだまだ経験不足だけど、よろしく頼むよ。大丈夫です。私だって新人同然です。あらあら、もっと肩の力抜いた方がいいわよ。そうそう、戦闘ってのは勘が勝負だからな。うん、ナノナノも待ってる。さっさと片付けよう。時間がないわ、速攻で畳むわよ。危ないの。ごめんなさい、失敗しちゃったわ。まったく、次から次へと妙なのが来るわね。当たりました。やったわね。少しやられたわ。少しもらったけど平気よ。わかった。わかったわ。命中しました。撃墜よ。次はどれ？押しなさい。敵にダメージを与えました。うまく逃げられたわ。承知したわ。わかったわ。センサーに敵へ捕捉。撃墜したべ。オーケー。承知したわ。目標破壊。講師の皆さん、お疲れ様です。白波、何か用？こっちは問題ないわよ、白波。いって、もうタラタスまとめ。命中です。スペルキャスター、命中しました。エキサクロスブレイク。目標を撃破。撃墜したわ。成功。承知したわ。よかった、攻撃当たりです。チャンスです。とびっきりの攻撃をしちゃいます。了解。わかりました。ごめんなさい、撃墜したべ。急ぎましょう。了解しました。了解。オーケー。はいよ。外れちゃったみたいね。頑張れよ。
全く容赦ないね。エネルギー半減、まだなんとかなるけど。ハイパーブラスター！ OK。 一つやっつけたぜ。やっぱ俺すげえな。目標破壊、敵を破壊しました。これで大丈夫よ。お疲れ様です。また行ってくるわ。わかった。よし、復活。俺の獲物はまだ残ってるか。ありがとうございます。これでまた全力で戦います。被弾したわ。4番機攻撃成功。外れちゃったみたいね。少し撃たれた。何か大したことね。聞いただろう。承知したわ。私の魔法命中です。見せてあげるわ。了解。承知したわ。目標沈黙。ヘキサクロスブレイク。着弾を確認しました。よし、撃墜。よし、すべての浮遊砲台を破壊した。マヤーズ司令、進路クリアです。わかった。これでしばらくは大丈夫だ。バニラ、進路は確保された。発進の準備に入ってくれ。了解しました。シャトル、発進準備に入ります。ルーンエンジェル隊は直ちに帰還。上陸班の護衛としてシャトルに同乗してくれ。了解。ここがナノナノが発見された場所。すごい、全然荒廃していませんよ。ナノマシンによる保守システムがあるのです。便利ですね。こんだけ綺麗なのに人が一人もいねえと、なんか異様だな。皆さん、決して離れないでください。至る所に防衛システムがあります。まあ、怖いですわ。着きました。この部屋です。あ、ナノちゃん。あら、こんなにたくさんのナノちゃんがいるなんて。いや、ナノじゃねえぞ。よく見ろ。本当だ、どれも微妙に違う。これ全部、いえ、全員がナノマシン生命体なんですね。おそらく。でも目を覚ましたのはナノナノだけでした。こいつら全員が目覚ましたらさぞかしうるせえだろうな。想像もしたくないですね。さあ、この培養層です。ナノナノをここへ。わかりました。ごめんよ、ナノナノ。ちょっと動かすからね。よいしょっと。どうなんでしょう、バニラさん。これでナノちゃんは治るんですか。この培養層はメンテナンスマシンであることが前回の訪問で分かっています。おならしてるですね。
あら、おならじゃありませんわ。尻尾ですわ。本当だ、尻尾が少し生えて先から泡が出てる。どうやらシステムは順調に稼働しているようです。バニラさん。はい、この様子ならナノちゃん。よかった、ナノナノ。またなぶられるのは嫌ですね。でも嬉しいですね。このまましばらく待ちましょう。それにしましても、こんなにたくさんいらっしゃるのに、どうしてナノちゃんだけ目が覚めたのかしら。そうですね、この子たち未完成にも見えませんし。ナノナノが目を覚ました時はどんな感じだったんですか、バニラさん。はい、私が初めてここを訪れ、この培養槽の前を通った時のことです。誰かに呼ばれた気がしました。不思議に思い、培養槽の中を見ていると突然目を覚ましたのです。まあ、きっとナノちゃんはバニラさんを待ってたんですわ。こいつら誰かが起こしてくれるのをずっと待ってるのかもな。なんだかロマンチックですね。あ、終わったようです。生体電位は正常値に戻っています。培養液脱水開始。ナノナノ。ナノちゃん、うん、動いた。ナノちゃん、起きるですね。ん、おはようですわ。カルーン、あれ、リコタン、カズヤも。ナノナノ。あ、ママがいるのだ。わかったのだ、これは夢なのだ。ママがいるはずないのだ。寝ぼけやがって。夢ではありません、ナノナノ。お久しぶりです。ん、これは夢じゃないのだ。あ、そうだよ、ナノちゃん。くや、リコタン苦しいのだ。ナノちゃん、ナノちゃん。心配したんですのよ。とりあえず喜んでやるですね。よかった。まったく、人騒がせにも程があるぜ。おかえり、ナノナノ。なんかわけわからないのだ。みんなに心配をかけちゃったのだ。寝てる間にそんなことになってるとは思いもしなかったのだ。まさに夢にも思わなかったですかね。ごめんなさい、なのだ。謝ることないわよ、ナノちゃんはルクシオールのみんなを助けようとしただけなんだから。その通りだよ、みんながナノナノに感謝してる。ひひ、そんな照れるのだ。ナノナノ、動かないでください、システムチェック中です。あ、ごめんなさい、なのだ。まあ、何にせよ治ってよかったな。親分もありがとう、なのだ。ナノナノもう元気いっぱいなのだ。どうやら全て正常のようです。もう動いてもいいですよ。はい、なのだ。では最後にナノマシンの再構成チェックを行います。私に変身してみてください。変身するのだ。変身？ナノナノって変身できるの？できるけど。へえ、そいつは見物だな。早くやってくれよ。嫌なのだ、ナノナノ変身は嫌いなのだ。あら、これではチェックが終わりません。困りました、ナノちゃん。嫌かもしれないけど、チェックが終わらないわ。そうだよ、バニラさんも困ってるだろ。そんなこと言っても。ほら、さっさとやっちまえよ。ちょっとでもいいのだ。はい、短い時間で構いません。なら一回だけなのだ。一回だけなら変身してもいいのだ。わかりました、それで十分です。じゃあ変身するのだ。
これでよろしいですか。うわ、すげえ。こ、声までそっくりだ。まあ、喋り方まで変わってしまうんですのね。聞いてはいたけど、ここまでなんて。問題ないようです。では元に戻っていいですよ。はい。ふーん、驚いた。すげえぜ。なのふーん、な、今度は俺だ。俺に変身してくれよ。へー、嫌なのだ。もう変身したくないのだ。頼むよ。な、どうしてももう一遍見てんだ。親分、ひどいのだ。そうだよ、これは親分の命令だぞ。お前子分だろ。あ、待てこら。お前、俺の言うことは聞けねえのか。いくら親分でもそれだけは嫌なのだ。なんだと、破門にすんぞ。まったく、アニスは。いけません。ナノなのは問題ありませんが、アニスさんには防衛システムが反応してしまいます。そうか。この部屋以外はそれほど調査されていないのです。どんなことが起きるか。探しに行きましょう。そうですわね。あまり大人数で行動しても危険です。私はシャトルに戻り、発進の準備を整えておきます。わかりました。よろしくお願いします。みんな行こう。ちょっと待ってください。こういう時はあの人の方が何かと。ミモレットちゃん、お任せあれですに。何かと何よ。便利とでも言いたかったのかしら。 あなたも変身できるのですね。え、変身ってほどでも。さあ、二人を探しに行きましょう。おっしゃ、行くよ、ミモ。了解ですに。それじゃあ、僕はここから右を、リコは正面、テキーラは左の通路を捜索してよ。了解。オーケー。なるだろう、アリス。どこ行ったんだ。ん、床が少し濡れてる。あ、きっと培養液だ。ナノナノの服がまだ乾いてないんだ。ところどころ濡れてる。よし、白波からリコ、テキーラ。こちら桜庭。何、どうやらこっちにいそうだよ。合流しよう。わかりました、向かいます。はいはいっと。よし、濡れた後を追ってみよう。ここで途切れてる。親分、ひどいのだ。あ、いた、この部屋だ。こら、何なの。か、カズヤなのだ。もう、探したんだよ。さあ、行こう。親分がいじめるのだ、行きたくないのだ。あれ、その親分は。しつこいから巻いてやったのだ。どっか行っちゃったのだ。なんだ、アニスは別か。しょうがないな。どっちに行ったのかな。探さなきゃ。知らないのだ。親分なんてどっか行っちゃえばいいのだ。ナノナノ。ふ、アニスはここの人間じゃない。ナノナノみたいに安全に動き回れないんだ。早く探さないと防衛システムに見つかって大変なことになるかもしれないだろ。変身したくないのだ。なのなの。ほら、泣かないで。アニスが来てももうあんなこと言わせないからね。うん、大丈夫大丈夫。なんでそんなに変身が嫌なんだい。どこか痛くなるとか。痛くはないのだ。ただただ変身するとナノナノがどっか行っちゃうみたいなのだ。ナノナノがどっか行く。うん、自分じゃなくなるみたいな感じがしてすごく気持ち悪いのだ。そうなんだ。
ナノナノの変身は外見が変わるだけじゃないんだね。だから声や挙動までそっくりになるのかな。うん、わかった。そんなに辛いならもう誰も変身しろなんて言わないよ。でもアニスはそれを知らなかったんだ。だから許してあげようね。うん、よし。それじゃあアニスはどっちに行ったのかな。ナノナノを見つけられずに行き過ぎて行ったのだ。ってことはこの部屋より奥か。なんだ。部屋を出よう。白波さん、リコ、この音は。わかりません。奥の方から聞こえます。え、爆発だ。うわー、来るなー。アニスさん、誰かに追われてる。ロボットなのだ。お前ら助けてくれ。やっぱり防衛システムに引っかかったんだ。リコだ。後ろなのだ。離して。リコ、こら、離せ。侵入者発見、人間出てけ、レッグエンハイゼ。くそ。白波さん、この人男ですか。ね、見た目は男っぽいけど。あ、男なんですね。た、多分男、男、この人男、男。キャー。一発 KO なのだ。お前らこっちもなんとかしてくれ。ミモ、任せるですに。テキーラ、何時我の望む姿に変わらん。あ、アニスになった。そう見えてるだけよ。ミモ、かく乱して。オッケーですに。こっちですに。アイス、アイス。二人に増えたくらいじゃごまかせないか。アイス、侵入者、アイス。いい加減にしてくれ。親分。あ、ダメだ。なんなの。アニスが3人に。ベベ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 ベ。よし、混乱した。あんたたち今よ。よっしゃ、スキアリハリケーンキック。おりゃサンダーパンチ。とどめですに、ダイヤモンドヘッド。変身が解けたですに。バカね。あんたは見た目が変わってるだけで、実際はミモのままよ。いや、分かってはいるんですに。そのつつい、なんなの。大丈夫。大丈夫なのだ。ナノ、皆さん今のうちです。シャトルに戻りましょう。そうだね、さっさとフェムと離れよう。あ、ほらミモ。きっつー。け、結構ピンチでしたよね。どうやら
いろいろとあったようですね。あんたも何も、わけのわかんないロボットに追われて大変だったんだから。疲れたですね。すまねえ、迷惑かけた。アニス、謝るならナノなのにだろ。君が変身しろなんて言わなきゃこんなことにならなかったんだ。ナノなのは変身すると精神的にかなり辛いんだってさ。にもかかわらず、さっきはアニスを助けるために変身してくれたんだ。そうだったのか。すまなかったナノ、ありがとうな。何言ってるのだ、これでおあいこなのだ。おあいこ？親分はナノナノが落ちそうになったのを助けてくれたのだ。だからこれでおあいこなのだ。気にしなくていいのだ。ナノ。タクトからシャトル。こちらシャトルです。急いで帰還してくれ。接近してくる艦隊がある。多分敵だ。了解しました。最大スピードで帰還します。一難去ってまた一難ですね。もう隊、ただいま戻りました。ただいまなのだ。いやー、なのなの、元気になってよかったね。タクトなのだ。艦長ありがとうございます。なのだ。おいおい、なんだいそんなん丁寧に。リコタンに聞いたのだ。みんなにいっぱい迷惑かけたのだ。でもタクトの決断が一番大変だったって聞いたのだ。そんなことナノナノが気にすることじゃないよ。それより班長たちさ、かなり頑張ってたみたいだよ。それも聞いたのだ。後でお礼に行くのだ。うん、そうしてよ。ナノナノはみんなのおかげで元気になったのだ。パワー100倍で復活なのだ。じゃあその勢いで敵さんを追っ払ってもらおうかな。ではやっぱり接近する艦隊は。ああ、ついさっきスキャン結果が出たよ。アジートで遭遇した船が混じってる。何？ってことは、マイヤーズ司令、敵機関より通信です。スクリーンへ。やっぱりこの野郎、証拠りもなくやってきやがったな。アニス、なんでお前がそこに。な、てめえのせいだろ。俺の船を落としやがって、借金返すために働くことになっちまったんだよ。その船でかい？借金の肩で。こりゃ笑わさないでおくれ。この野郎。人生何が起こるかわかんないの。さて、余計な話をしたよ。そろそろ艦長を出してもらおうか。タクトマイヤーズ。なんだ、ずいぶん有名になったもんだね。俺がタクトだけど。これはこれは、伝説の英雄タクトマイヤーズだな。前回は挨拶もなしに失礼したね。またまた、伝説の英雄だなんてそんなに褒めちゃって。あんたが食えないやつだってのはよく聞いているよ。へえ、誰から聞いたのかな。フォルテかい。さあどうだかね。とにかく口じゃとても叶えそうにない。さっさと要件を伝えることにするさね。何かな。全ての武装を解除して投降しろ。さもなきゃ力づくさ。やれやれ、あんた相変わらずね。マジョラム、この前コテンパンにされたじゃない。また泣かされたいの。うるさい、あれは封印をつかれたからだ。だが今回は違う。この艦隊相手に一隻で歯向かうつもりか。まったく、数が多ければ有利だと思ってんだから。そういう見通しの甘さがいつまでたっても私に勝てない原因なんじゃないの。うるさい、昔のことはすぐに吠え面をかかせてやる。待っといで。通信切れました。おいおい、テキラ、
ダメじゃないか。俺の仕事を取らないでくれよ。敵の挑発はマイヤーズ司令の専売特許ですからね。あら、ごめんなさい。さて、ピコを背にしてるんで、ちょっと逃げづらいんだよね。来るものは仕方ない。迎えようと。カズヤ。了解。ルーンエンジェル隊、ブリーフィングルームに集合。了解なのだ。現在、敵艦隊は狂ったようなスピードで向かってきてる。相当怒ってるみたいだよ。ちょっと、やりすぎたかしら。なんか、テキーラと話した途端にカリカリしだしたよね。まあ、学生時代いろいろあったしね。嫌いなんでしょ、私が。ほらほら、無駄話してると攻め込まれちゃうだろ。それじゃあ、作戦を説明するよ。これがミッションエリアのスキャン結果だ。現在のルクシオールの位置はここ。敵艦隊の配置はこうなっている。敵戦艦は機関以外は例によって無人の自動操縦艦だ。機関を叩けばおそらく無力化するだろう。よって今回のミッション目標は敵機関の沈黙となる。以上だ。なお前回の戦闘データにもエンジェル隊のテンションにいい数値が出ている。カズヤ、これからも戦闘指揮を頼む。了解しました。これからはずっとカズヤが指揮するのだ。うん、なんかそういうことになっちゃったんだ。よろしくね、ナノナノ。カズヤすごいのだ、昇進なのだ。階級が上がったわけじゃないよ。それでもすごいのだ、頑張るのだ。うん、頑張るよ。あ、そうなのだ、カズヤにお願いがあるのだ。え、なんだい。今回はナノナノと合体するのだ。ナノナノとかい？どうしてまた？ナノナノをみんなに助けられたのだ。だからお返しがしたいのだ。カズヤと一緒なら百人力なのだ。一緒に戦ってほしいのだ。お願いなのだ。ナノナノ。